For those of you who have been playing Ninja Gaiden 3 Razor's Edge, we have some news for you. And for those who haven't played or thinking about playing, here's an example of how the story continues to evolve. Over the next few weeks, we're going to introduce two characters into the game. Mr. Hayashi, the producer of Ninja Gaiden 3 Razor's Edge, prepared the following video, which explains a bit more about these characters and the game overall. Let's take a look. Ninja Gaiden 3 Razor's Edge producer の林洋介です。この Ninja Gaiden 3 Razor's Edge は、Razor's Edge とサブタイトルの名の通り、カミソリの刃を歩くような緊張感のある高難易度のハイスピードアクションゲームとして仕上げました。高い難易度に関しては、我々開発から皆さんへの挑戦状のような、厳しい戦いが待っていますので、ぜひ今回、レーザーゼッチで追加された様々な武器や忍法を駆使して、ぜひ皆さん、リュウハヤブサをエンディングまで導いてあげてほしいと思います。Ninja Gaiden 3 Razor's Edge では、今までのシリーズを彩ってきた、くのいちのあやねがプレイアブルキャラクターとして初めて参戦します。彼女専用のステージやストーリーも用意していますし、彼女で全ステージをプレイすることもできます。ぜひ彼女で Ninja Gaiden 3 の世界を駆け回ってみたい、駆け回ってみたいと思います。この Ninja Gaiden 3 Razor's Edge ではゲームパッドで忍法を直接起動したり武器の装備を切り替えたりまたそれぞれの武器の技表を表示しながら戦うことができるようになっています。またゲームパッド単体でも遊べるようになってますので、ゲームパッドを使いながらこの Ninja Gaiden 3 Razor's Edge 楽しんでみてください。 Ninja Gaiden 3 Razor's Edge はオンラインプレイにも対応しています。2人のコープで敵を倒すモード、8人で皆さんで戦い合うモード、オンラインで長く遊んでいただける要素満載ですので、そちらもぜひ楽しんでみてください。 Ninja Gaiden 3 Razor's Edge はアクションゲームファン、 Ninja Gaiden ファン皆さんに高い達成感、満足感を感じていただけるゲームに仕上げることができました。ただ、Ninja Gaiden 3 Razor's Edge はまだ終わりません。先日発表させていただきましたけども、今までのシリーズを彩ってきたモミジというくのいちキャラクターがプレイアブルキャラクターとして参戦します。皆さんがオンラインにつないでいただければ、我々からパッチとして皆さんに無料で配信します。そこで終わりではありません。Ninja Gaiden 3 Razor's Edge はさらにあります。もう一人プレイアブルキャラクターを皆さんに無料で配信する予定です。それは Dead or Alive シリーズを彩ってきたかすみ。彼女もこの Ninja Gaiden 3 Razor's Edge でプレイアブルキャラクターとして参戦します。皆さんがオンラインにつないでいただければこちらも無料でアップデートされますので、ぜひ楽しみに待っていてください。A special thanks to Mr. Hayashi for taking the time to record that video.